さあ引き続き坂田工場からお届けしておりますが、はい、名称デスク前から、はいはい、やっぱりね兄貴ね、はい、東京からこっち来させてもらうときに、はい、坂田工場行って名称にあったら聞きたいことを準備しようみたいなのでね、一、うんうん、人ずつちょっと一個持ってきました、はいはい、それを今日はもう名称にね、ちょっと聞いてみたいかなと、はい、贅沢ですね、深い話だぞ今回僕はもうあの聞きたかったんですけど、シャフトです。やっぱりシャフトにも名称おられますよね。はい、そうですよね、うん、特にこのカラーリング、カラーリングね、いや見させてもらいましたね、しごきしごき上げしごき、あれ本当こう刺してそうですよね、こう抜いて、うん、あの抜くスピードだったりとかで全然違っちゃうんですよね、色が変わります。日本橋に本間ゴルフさんがオープンした時に、なんかこうイベント的に名称が来て、あ、そうですね、なんかそれ体験できるみたいな、はい、手巻きとあとしごきの、はい、うちの人間から、手巻きとしごきが体験できるって言われて、怖、うん、えと思ったのが記憶に残ってますけど、純正シャフトなのに、うん、種類が豊富っすよね。今どれぐらいあるんですか。今回の767に関してはとりあえずドライバー系にはこの4種類のシャフトが用意されています、はいはい、あとはいわゆるサイエンスもありますし、はい、アイアン専用もありますし、はい、ユーティリティ専用もあります。これドライバーだと、EZ、PA、ZC、 そうですね、4種類で、ね、もちろん色も分かれています。色も違います。でちゃんとこれ、うん、X まであるんですよね。あります。だからまあ重さも違います。違い、重さも4もあれば6もあれば、このもう 4本からまたさらにそうやって種類もあるっつったらすごいあれですね。そうですね、まあ、今回のビザードに関してはとりあえずそのどのタイプにも合うようなシャフトを作ってますので、はい、まあ自分の好きなその調子だったり重さだったり硬さだったりを組み合わせして楽しんでこうフィッティングしていただけるっていうのがまあ一つのフィッティングのコンセプトでもありますので、どれつけても値段は一緒なんで、シャフトの話が出たからちょっと聞きたかったのをもう一個思い出したんですけど、うん、そのさっきもちょっとちらっと出ました星、あれ昔のそれこそパーシモンとかの時代の時の星がもう5つとかでしたっけ、あれですごい自慢され、おじさんに自慢されたのを覚えてるんですよ。これ星5つのやつ使ってんだぞ、これめちゃめちゃ高いんやぞみたいな、うん、あれは合ってるんですか。それでやっぱ星が多い方がまあ高級というかいいものみたいな。そうですね、うちの星のその違いというのはいわゆる内部のカーボンの断性率が違いますので、断性率、はい、2S、3S、4S、5S だんだん断性率高くなるので、はいはい、非常にねじれトルクがだんだん強くなって、うんうんうん、しなり戻りが良くなるので、はい、当然球のばらつきが 5S ほど少なくなる、はい、安定して飛ぶっていうのが 5S なので、はい、当然 5S のお客様にはその一番最高の断性率のカーボンを使用して、はい、いわゆる非常に安定したショットが打てるっていうところで作られたシャフト。やっぱ金額結構違ったんですか。シャフト単体では売ってないんですけど、クラブヘッド自体ももうそのコスメ、いわゆる部材が金つけたりしてますので、まあ、やらしい、もう運百万とかするから、ね、あ、もう運百万とかするんですかね。まあ全部揃えれば、あ、1本はそこまでしない。あ、1本はそこまでしない。これも男性率としてはどうなんですか。リザードは男性率はいわゆる中間断性率。あ、そうなんですね。で断性率が高ければ高いほど巻く技術が高くなるんですよ。巻けなくなると、いやもう、なるほどなるほど、戻るんで、うん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 、柔らかいやつはスーッと誰でもこう巻けるんですけど、断性率が大きければ大きいほど、もうこのカーボンシートがもう、あ、そっかそっか、だからうちの匠でしかも負けないんだ。負けない。ああ、なるほどな。すごいな。限られた人しか負けないです。高断性は。あ、そうなんですね。はい、50トンクラスになると、本当一般の方は多分負けないと思います。ああ、じゃあ硬いってことでいいんですか。硬いっていうか、もうちょっと本人のあれだと、あれ、まあいわゆる硬いんです、ね。硬い。硬いんですね。
あ、じゃあ名称が巻いてるのは主にちょっと高断層の。そうです。うちのシャフトのいいところってのはとにかくボイドがない、いわゆる中に空気が入らない、うん、エアが中に入るとそこで性能が変わるんですね。当然お礼にもつながりますし、はいはい、だからそれが匠がやってるんで一切断面にエアがない、はい、だから硬ければ今度エアが入りやすくなるんですよ、はい、だから匠じゃないとその均等に密着して負けないっていうのが高断性の。へえ、すごかったな。やっぱりゆっくり巻いていくんですか。いや、そこは匠なんで、あのハイスピードで。ああ名称スピードで。名称スピードで。すごいですね、スラッと。もう手に馴染んでるんじゃないですかね。カーボンがくっついてるようなもんですから、手に。名称名称ギャグが手にカーボンがくっついてる。やっぱりゴルフで初めてカーボンシャフトを採用した、そうですね、作ったのは本間さん、はい、そうですよね。ブラックシャフト、ブラックシャフトって、ね、当時はずっとブラックシャフト、ブラックシャフト、はいはいはい、まあ、今も言いますけどね、ブラックシャフト、スチールシャフト、ブラックシャフト、カーボンシャフトって言わないんですよ、今もブラックシャフトっていう、ね、そうなんですね、本間ゴルフさんのこの中では。そうですね、だからスチールだと ST ですけど、カーボンだと BK です。ブラックシャフト、そもそもカーボンができたのは、まあ、あの釣りのカーボンシャフトっていうところから、どうにかしてこのシャフト、軽いシャフト、はい、まあ、釣りって軽くて、はい、それをいかにゴルフにつなげられないかということで、釣り竿を作ってるいわゆる設計の職人を引っ張って、そこからクラブのシャフトを作り始めた。そうなんです、ね、あの当時は、まあ、某有名な釣り具屋さんの台湾、いや島の、いやいや、そこはちょっと、そこの設計のもう一番トップレベルを引っ張って、でその人が工場で全部いわゆる機材、はい、設備、はい、あとは材料、はい、全部、まあ家からいわゆるマンドレールが一番重要なんですけど、中に入ってる芯、はいね、どっちかというと釣り竿の場合はしなりが重要になって、はい、硬いとダメなんで、そうですよ、要は弾くと魚がバパンと、うん、ね、私釣りもするんですけど、はい、一応だからそのしなりと硬さをいかに作るかというところでカーボンをどういうふうに巻こうか、最初はボロンとか、あ、チタン繊維のチタンボロンとかすごいのを作ったんですけど、まあ、あの当時はまだあの高断性ってなかったんです。そうですよね、だからいわゆる重くて、はい、まあ、なんとかそのカーボンとしてのスチールよりは軽いっていうのができたんですけど、だん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 高断性の強いカーボンができて、今この薄さできたんですよ、ボーイング777は全部カーボンが 90% と、はい、それも T1100 っていうのはうちは同じ、その T1100 聞いたことありますね。これ東レさんのですよね。そうです、そうですよね、それはシャフトに応用してますし、ちょっとこれ答えづらいかもしれないなって、名称もしかしたらちょっと怒っちゃうかもしれないなとかって、そのぐらいのちょっと本当あの深い質問になっちゃうかもしれないですけど、はい、本間ゴルフさんの、ロゴの O のところから現れてるモグラって、はい、なんでモグラですかっていう。あ、はい、すいませんね、なんかそうですね、ハードル上げといてくぐりましたね、今ねもうこのモグラができたっていうのはいろいろ説がありまして、ルール上モグラの穴は救済で、はい、その救済からモグラのマークを入れたとか、はたまた結構ゴルフ場ってモグラのその出るところ多いじゃないですか、うん、はい、でゴルフ場のキャラクターイコールモグラが出るゴルフといえばみたいな、はい、あ、多分違いますね本当すいません、たくみ本当に名称前にしていい、もう本当にいやいや、これ渾身の、僕最後に一つだけ質問、はい、いいですか、名称最後に、はい、やっぱ僕本間さんといえば本当チタンヘッドの時代の印象がやっぱすごいあるんですけど、もう今ほとんどカーボンって言っていいですかね、はい、そうですね、戦術としてはカーボンのコンポジットチタンっていう感じ、はい、またちょっとチタン戻してなとかって、いや、それはありだと思います。うん、ええ、やっぱり今はもうゴルフの材料としては今、まあ、チタンというのはもうどうしてもそれ以上のものがないっていう、だからメーカーによってはフルチタンもありますし、最近またちょっと、まあ、カーボンコンポっていうところもありますし、はい、決してフルチタンが、悪いわけじゃないです、はい、で今どん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 チタンの方も進化して、いわゆる鋳造の薄肉化、
そうですよね、昔はそうっすよね、1ミリしかできなかった、うん、今は 0.5、0.45 とか、はい、本当紙みたいな、だからカーボン使わなくても軽量化ができる、はい、まあ他社さんもやってますけど、うん、そういったものも出してますので、決してチタンが悪いわけじゃないです、うん、やはりどうしてもフェースっていうのは、まあ、チタンの方がより反発して強度で飛ぶっていうのもありますので、まあ、そういうところではチタンは絶対変わらない材料だと思います、うん、またちょっとフルチタンのツアーワールドが見たいですね。フルチタンの、ね、ぜひ、まあ、いろいろ私たちも考えてフルチタンもテストはしてますので。あ、そうなんですね。やっぱしてるんだ、まあ、同じ楽しみ、同じこのカーボン使って5000いくつ、うん、この5000いくつを超えるフルチタンも作ってます、うん、まあ、できないことはないんです。ただ MI を上げれば、うん、本当にそれがいいのかって言われたら、ね、いや、それだけじゃないでしょう、うん、みたいのがあるんで、まあ、一応目標としては最高の MOI っていうのを出しますけど、はい、じゃあそれが性能的に本当にいいかどうかっていうのは、うん、いわゆる先行で調べて、うん、ですね。だからあれだね、兄貴が今言いたかったのはカーボンにブレたなとかそういう話がしたら、まあ、まあちょっとキャロウェイさんみたいだなっていう感じはちょっとだけですよ、指名書なんかね、ほんのちょっとだけです。これがね、あれ、まあ本当はあのこれ考えたのはね5年前ぐらいなんです。そうなんですか。ただ、そうなんですか。作れなかったんです。あ、これでもこれを、いや、いわゆるフレームなしを作れたかったんです、はいはい、最初の TR20 っていうのは、はい、フレームがあってカーボンカーボンだったんです。で、次考えたのがフレームをカーボンにしようって言って、はい、オールカーボンで作ろうとしたテーラーがアルミで作ったんですね、はい、フレームね、はい、で、やめたんです。で、今じゃあいかにして軽量化しようかと、じゃあここカーボンにすりゃいいじゃん、はいはい、ただフレームは絶対入れちゃいけないね、はいはい、で、じゃあフレームなしの一体中度の一体カーボン作ろうって言ったんですけど、うんうん、作れなかった。作る精度がなかったんですね。で、ようやく一社作れるようになりまして、だからちょっと遅かった。だからキャロウェイさんはちょっと遅かった。今漏れてましたよね。ちょっと遅かった。そうなんだ、うん、そうですよね。だから兄貴ちょっとやっぱキャロウェイさんのキャロウェイは上と下が違う材料で、うん、サンドイッチって、ね、うん、そうですね、サンドイッチイコール、はい、ここに柱ができるんですよ、はいはいはい、絶対こう重ねののりしろがあるんで、はい、結局はだからここの補強が強くなっちゃうんで、はい、こういうのとこういうのでは全く変わるので、まあ、それでもじゃあうちの方が全然いいよねって作ったんです、はいはいはい、ああ、そうなんだ。もう考えてるのがあるってことですよね。もう試作はできてますね。もう次だって777じゃないですか。あ、37ですよこれ。当てればもうジャラジャラって出てきますあれ好きなんだからね、一緒はい、お好きなんだからで終わるの